はい、今回は大久保の飲食店の炎上騒動について考えていきますまあ、この内容はですね、世界の人も気がつかない難しい話なんですがあ僕精一杯考えましたので、この数日間まあ、その内容ですね、お話ししていこうと思いますまあ、大久保の飲食店がまあ、ある客を断るということで大炎上しまあ、その客がですね、営業妨害と騒ぐまあ、そういった行為に出たということなんですがこれどういうことかっていうと 店側とこの営業妨害と騒いだ客っていうのがですね、裏でつながってるんですよ。まずこのことが全然わからないんですね。誰もこれを言ってないんで、だから99%が気がつかない話っていうことです。で、この話をするとですね、何を言ってるんだ、訳が分からないなとかって、まあ、思う人が、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、そんなことはないですよっていうことです。これ、まず何かっていうと、前提となる知識が必要なんですよ、この件を理解するのにあたって。 スイスの確かね国をどういうふうにしてね、えー、乗っ取っていくかっていう、まあ、そういったものがあって今日本というのはその最終段階に来てると言われてるんですねこれは世界を股にかけた C‐A の、まあ、やり方なんですよ一切、えー、武力を使わないんですよね武力を使わずに国を、まあ、侵略していく方法ということで、まあ、その1ということで、えーまあ、コーマルインを送り込んで政府の上層部を支配すると、まあ、日本はもうこの一の段階が終わってるんですね で続いて第2の段階マスコミを支配して大衆を扇動する無意識に誘導すると今回この、ま、丸2の段階を使っていると思いますでここももう完了してるって言われてるんですねで丸3、えー、教育の支配国家意識の破壊うんまあこれもしてるでしょうねで丸4、えー、抵抗意識の破壊、えー、平和人類愛の標語で、えー、踊らせる えー、丸5、教育、マスコミを、まあ、使って踊らせ、考える力を奪う。この丸5の段階なんですよ、今回。これがもうものの見事に出てしまってるんで。で、最終段階、えー、国民がですね、無抵抗になった時に大量移民を流入すると、そういったことなんですね。この僕が話している話を、まず聞いたことがある人、ない人がいると思うんですが、こういったことを裏でやってるんですよ。こ,こういうことをしてるんですよね。日本っていうのは 確実に今もうこの最終段階に来てしまっているとまあ言われて、実際そうだと思います。で、今回は何をしてるのかっていうと SN、SNS を使ってですねま、まさに国民を誘導してるんですよ。無意識に誘導してるんですね。で、どういう誘導かっていうと、店側が正しい。で ここの営業妨害に来る人間がおかしいっていうことなんですねだから最初に僕が言ったように別に店側も正しくないし営業妨害する人間も正しくない別に正しいとか正しくないとかそういったことじゃないんですよ裏に違った目的があるっていうことです日本と諸外国の関係に水を入れることが目的なんですよそしてこういったことをやってるっていうことあのこの今回の話がですね格好の材料になって広がりを見せたんで非常にそういったことに懸念を感じないといけないんですが ほとんど僕が言うことを言ってる人はいません。僕が調べた限りそういう人はいませんでした。じゃあ、今回のこの件あるじゃないですか、あこの大久保の飲食店。まあ、そもそも大久保ってこの外国人ですよね、韓国とか中国の人が多いところにおいて、こんなことが考えればまず起こるはずがないんですが、それがなんかね、客に関してどうのこうのとかって言って、あたかもそれが起こったかのように話を進めて、それを信じる人が多いんですが、今回の黒幕は何かって単純ですよ。今回の黒幕っていうのは英米です。 英米と気づかにずに中国とか韓国といった時点でこの仕掛けに全く気づいてません。日本の話をするときにこの米、ないしは英米の話をする人っていうのはほとんどいないんですが、まるっきり分かってません。日本はどのように戦後数十年動いてるかっていうのを考えればわかるんですね。でこのおね、えー、この国をどういうふうにコントロールしていくかっていうものとですね、 今回はこの両立構造っていうものが使われていると、まあ、そういったことを考えるわけですね。両立構造っていうのは何かっていうと今回であると店と、えー、その店に営業妨害する客相反するこの2つのものがいますがこの2つのものには同じこの2つの相反するものの後ろには同じものがいるんですよ。それが黒幕です英米。だから英米のことをもし言ってるんであれば話がわかるんですが口を開いた瞬間に韓国中国といった時点で 英米の両立て構造のまんまと作戦にはまったそしてそ,それが日本全国に広がりを見せて一歩間違ったら有事に向かうそういった話ですよだこれが武力を使わずにして国をどういうふうにしてコントロールしていくかっていうでこれっていうのに気づくのは日本国民の中でもほとんどいないし世界の人も気づいてないんですよ世界からも苦情が入ってるってもう完全にあの緊張状態に入って非常にこれあの危ないところに来てますからね そういったことを踏まえた上で、この僕の話が少しでも役に立っていただければと思ってお話します。僕はこの出した店を悪く言わないし、別にこの営業妨害する人間も悪く言いません。別にどちらをどうこう言うつもりは全くありません。狙いが違うところにあるからです。で、僕は大久保とかよくわかりません。聞いたことがありますけど、まあ外国人が多くいるっていうところで、 こんなところでですね、普通に考えたら、あね、外国人のお客を断ったら、商売上がったりじゃないかってあの思うんですよね。いやそんなことはないんだ、客が悪いんだ、どうのこうのって言いますけど、そういったあ、まあ、おそらく思い込みだと思いますね。完全にこの英米の罠にはまり、そんな思い込みで話がどん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 広がっていくんですね。 どういうことかっていうとこの大久保の飲食店で,ですね外国人中国韓国の人たちの入店をお断りするっていうことを掲げたんですねでそのことに非常に注目があの集まってるんですが当然僕にはわかりませんがこの店でこの張り紙をした人の後ろにも当然その両立構造の黒幕がいると思います。 で営業妨害をしている人間がいるんですが、その人間も後ろに黒幕がいると思います。よくですね、右左と言いますが、じゃあ今回の話で言いましょうか。店側が,店側があ右の立場を取ってますねで。この営業妨害をする人間が左側の立場を取ってるんですよ。右左の対立、そしてそれを後ろで、えー、糸引く者がいる。だから右にも左にも行かない、まあ、その中立が正解なんですよ。でもこんな話が多分ほとんどわからないんですね。 僕はこれをずっと調べていて思いましたけど、僕が言ってる話をしてる人を見たことがない。僕が気がつかなかったかもかもしれないけど、少なくとも、そもそもこういったことを考えてすらいないと思います。世界もですよ。だから別にこれ日本の問題だけじゃないんですよ。両立て構造ね、ちょっと難しいと言葉で言うと、コントロールドオポジションって言いますけど、コントロールドオポジションを理解できない。そして、口を開いたら中国、韓国がどうのこうの、わかるわけないじゃないですか。そんな単純じゃないですよ、世界の構造。 こののの世界を動かしていいいる見ええなな者たちの考えっていうのは非常に巧妙なんですよ。だから簡単に言うと何かっていうと今回のこの大久保の件もこれもやらせですそういうことに全く気がつかないからやらせっていうか茶番っていうかある意思目的を持ってこういったことをしていることに全く気がつかない、うん、その意思目的は何か日本と諸外国外国諸外国アジアの国々の水を作ることです これっっててのはもう分かってるんですよ、アジア罹患工作って言ってアジア罹患工作も分からない世界の人間も分からないもしかしたら僕が言ってることは間違ってるかもしれませんよ少なくともしかしこういった仮説を考えることは大切なんですよ世論がもう変な風に動いてるんでねすごく危ない方向に世論が動いてるんですよ今で僕は別にあの皆さんに嘘をつくわけでもないですけど大久保とかよく分からないけど外国人が多いところなんですよね街で。 そこで外国人断ったら商売客にはいろいろいるとかっていうけど本当にそうなったら店を畳むとかそういうことも考えざるを得ないと僕は思うんですよ。冷静に考えて、ね、冷静静にに考考ええてて。ね。かつ客観的に考えてで、えー、おそらく、まあ、この店の主張が非常に、えー、ね、えーまあ、いわゆる右でしょうね右側の心をつかんだっていうんですがそれは右の心をつかむようなあ、ね、内容あるいはそういったあの考え。 が考え尽くされているからだかららだ心を踊ってはいけませんからね。店の主張は何か。えー、韓国人のお客をお断りしますと。そういったことが書かれているのが、店に。多様性とか寛容とかいろいろ言われている昨今ですが、嫌な思いをして働く気はないので、中国人、韓国人をお断りしますと。別にこの店の人をどうこう言いませんよ。別によくも言わないし、悪くも言いません。まあ、こういったものを掲げたんですねということです。 何が問題なのか、この数え方のことに関して、世界も注目しているわけですよ。日本はああ、諸外国ねえー、ま、韓国とかあ、そういったところに関してねえー。客を断るのかっていう世界的に注目されてしまった件なんですね。あの根本的に矛盾してるんでえー、僕は言いますけど、いや日本だってね。それが実際難しいってことは分かってるんですよ。例えば日本の中でもね。その韓国中国そういったものを嫌う人もいるし。 韓国でも日本を嫌う人ももいるんでですよでもさみんな言うじゃないですか世界平和って、うん、世界平和って口でかあの語ってねこの韓国中国がどうのこうの別に僕は理想論を掲げてるわけじゃないですよ全然違う意味があると思って気をつけてるんですよ。韓国人をお断り、うん、それが世界的に炎上してしまった世界から見る日本っていうのは外国人によって外国人のそういったものに対して、ね、対応を変えるのかそういったことで炎上してしまった。 うん、それは何が目的なんでしょうか日韓関係の緊張を煽ることが目的なんじゃないんでしょうかそしてそのことに気づかず日本人がですね韓国がどうのこうの中国がど,どうのこうのと言ってしまってる時点で完全にこの黒幕英米のその罠に踊ってると僕は思いますよ僕はこのことをね数日考えたんですよどうなってんのかなと思ってだから少なからずそのね韓国とか中国を悪く言ってる人のまあ言っていいかわからないけど100倍は考えてますね うん、100倍は考えてますよ。裏、裏どうなってんのかなってで。そのことを真剣にお伝えしてるんですよ。で、憶測が憶測を呼んで、じゃあなんで韓国とか中国の客をね、えー、入れないのかと、うん。客のマナーが悪いから、うん。でもそんなこと分かんないじゃないですか、僕らには。客のマナーが悪いからか何なのか、うん。で、別にこの店の人を悪く言うとか、別によく言うとかないですよ。店にはそれなりの理由があるっていうんですが、そんなことは僕らには分からない。 何が真相かなんていうのはからない僕らには。だけど明らかにここからですねおかしな動きを見せたんですよ。このおかしな動きを見せたことに疑問を感じてこの内容にまあたどり着いたっていうことですね。日本とまあアジアの諸外国の水を生む水を作り出すその狙いが英米です。戦後数十年そういうことを繰り返しています。最初に言いましたよね C0A の作戦であるっていうことで。で あの変な風に世論が動き出したのはどういうことかっていうとこの、ね、大久保のお店ですね外国人を入れさせないその店の態度がいいとそういったことが SNS で広まってしまったんですねうん客を選ぶ権利があるそれは別にありますよ、うん、だけど意味が多分違うからね、うん、それは別にねあの客は神ではないから別にこ,この話じゃないよ一般的に客は神ではないから おかしなことを言う客もいると思う客商売の難しいところだと思うだけど今回っていうのは多分違うこのお店が出したあね、えー、この趣旨のものっていうのは後ろに違う力が働いてると思っている僕はそう思ってる考えてねで客を選ぶ権利があるんだっていう世論を形成するんですよそれは別に客を選ぶ権利はあるんですよだけどそうじゃない世論を形成してねえー、この あの大久保からですね、えー、その日本の店に韓国中国の人を入れないそういったあものもいいんじゃないかいいんじゃないかですよいいんじゃないかって世論を形成するそして、えー、日本全国各地もそういったあものが広がればいいんじゃないか完全にもうおかしくなってるじゃないですかっていう話なんですよ。で えー、この中国、韓国っていう外国人の人を、まあ、その入店禁止にすればいいんじゃないか。だからそういったところで、完全にもう日本とアジアの国々に溝ができてしまってるわけですよで。それが世界に広がってしまったわけですね。これ大きな問題ですよ。こういったところからあ,あらぬ緊張の方向に走っていくわけですよ。うん、別にね、 あの多分これってのは SNS を使って仕掛けてると思ってるんであのさっき僕が言いましたけど別にそれは日本国内の店で日本人の客が嫌だっていう別にそれはそれでいいしまあ分からない外国の人が嫌だっていうそれはそれでいいんだけどおそらくこうやって幅広くこれを知らしめることを目的としてこういうことをしてるこの店の人がじゃないよ、うん、後ろに多分何かの力が働いたんだろうなと思います。で今度は そういうことをされた客の立場でですね、例えばその中国の人、韓国の人がね店を利用させない、入店禁止っていうような貼り紙が出たということで、今度はその人たちが嫌がらせをする行為に出たんですね、営業妨害をすると。別に僕はこの営業妨害をする人たちをいいとも悪いとも言ってませんよ、店と営業妨害をする人の裏には同じつながりがあると思ってるんでね、混乱が悪化するわけですよ、日韓関係、日中関係の悪化。 本来はアジアの諸外国はね、手を取り合って仲良くしていかないといけないところに大きく溝が入ってしまったわけですよね。で、僕が言ってるようなことを否定するがためにこういうこと言うんですよ。右、左がどうのこうの。今回の話っていうのは、店が右ですね。で、この営業妨害する人が左だと思います。最初に言いましたよね。僕は別に右でも左でもないですよ。店も別に肯定してないし、営業妨害する人間も肯定していない。 何かっていうと、日本と外国の緊張を常に煽ることがこれが目的なんですよ。で、最近この件っていうのは、このね、大久保の件以外もあったんですよ。少なくとも僕が知る限り2つあったんですね。まず1つ、西川口のマンションが放火された件ですね。被害者が中国人だったとっいうことになってますが、本当かどうかわかりません。僕らには確認することはできないから。少なくとも僕はね、 川口関東でででははないので確認することはできませんただしその中国人っていったところにまあ分かりませんが日本と中国あるいは九丸殿そういった溝を作る可能性があったと考えるもうあらゆるものを疑いますあの僕がどんなに考えたって分からないんですよこれを考える人間っていうのは巧妙だからね、うん、だけど少なからず分かろうとで皆さんも多分そう思ってる方がいらっしゃると思うんで僕の思いを届けようと思って必死にあのこの話をしています2つ目 お伝えしましたが、奈良で鹿を蹴った件がありましたね、男が。この件も中国人がやったって言ってますが、おそらく日本人です。あの、日本語を話しているから、中国人観光客が来て日本語を話しません。おかしいね。だから、これらの件の目的は何かっていうと、日本の背後にいる宗主国、黒幕英米が描いた絵図なんですよ。 この英米が描いた絵図っていうことに気がつく人がほとんどいないんですね。まあ、いて口にしないだけかもしれない。僕が言うような話をすると、明らかにこれってのも批判の対象になるんですよ。なぜ日本を味方しないんだ別に日本を味方してないわけじゃないですよ。日本を味方してるからこの話をしてるんですけどね。どっちかに分かれるんですよ。先ほどのお店がですね、中国、韓国のお客を入れない、その店がいい。 あるいはですねまあ考えづらいですがその営業妨害と騒ぐ人間がいいそのどちらかに考えが分かれていくんですが一回立ち止まって考えますそのどちらも正しくないんだこういうパターンで来た場合っていうのはこの両立て構造でどちらも正しくない A と B の2つの項目があってどちらかを選ぶように見せかけてその A と B の共に間違えている答えは違うところにある目的は違うところにあるそういったことを僕は本を読んで考えたんですよ この先ほどのね、スイスのこの話であったり、スイスが国をどういうふうに侵略していくって話であったり、その両立構造ね、この両立構造って話をすると、あの、笑う人がいるんですが、コントロール・オポジションって言って、そういった言葉があるんですよ。別に言いませんけど、笑うんだったら調べて勉強してみたらどううん、別に全くおかしくないからね。いきなり僕はこの話を思いついたわけじゃないんですよ。そういった知識を使って、これってこうじゃないかな、ああじゃないかな、なんか分かれることないかなって思って、 あのその仮説のもとこれを真剣に話してるんですよこの件をね一歩間違ったら有事に向かうからですよで例えばあそんなことを思ってる人っていうのはまずほとんど1%もいないってそういうことです僕が見た限りそういうのを僕の言ってるようなことを書いてる人はいませんでした英米の仕組んだあ罠かな、うん、誰もそんなことは書いてないおそらく何が狙いなのかっていうと英米は狙いがあるんですよね 日本国のナショナリズム、そういったものを破壊すること、そして自分たち、今までもそうですが、英米の傀儡政権を立てて、完全にですね、日本をコントロール下に置こうとしてるんですよ。そのためには、さまざまな国民間で溝ができた方がいい、ないしは世界に対して日本と世界が溝ができた方がいい、そういったことを考えてやってるんだと思いますよ。多様性がどうのこうのっていうのもそうですよ。僕は多様性ってものに関して大反対なんでね。 別にここでいきなり多様性に賛成するとかって何言ってんのかって思うかもしれませんが僕は多様性なんて大反対ですよ移民の受け入れなんて大反対ですようまくいくわけないじゃないですか埼玉県川口の県を見たら今どうなってるかわかりますよねただし自民党と背後にいる英米それが多様性と称して外国人の移民をどん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 受け入れる日本のね、えー、治安秩序が悪化して大変なことになってますよね今 さらに今度は違った角度からそういうことをやろうとしてるんじゃないかと、僕はそう思ってるんですよ。そして、これは英米ではないですが、自民党。失われた30年、それを築いたのは自民党です。何者でもなく自民党以外考えられません。そして、自民党はですね、少子化対策をするって言ってますが、全く少子化対策をしません。消費税を廃止しなければね、雇用のことを、雇用の安定化、正規雇用の方に誘導するわけでもないし、 ねえ子供にかかるね教育費学費の無償化をするわけでもない日本の若者が背負ってる奨学金という借金をチャラにするわけでもない自民党には狙いがある日本国民がね、えー、人手不足になるじゃあ外国人移民を入れようってそういったすべてシナリオに沿ってやってるんだよ英米が描いたシナリオだそれを自民党がやってるそれに国民が全然気がつかない気がつこうっていう気すらないのかな,な,なと僕は思ったりもしますけどね 僕が言ってることはいいんですよ。もしも間違っていても。でも少なくとも僕はそういうことを気づこうと思って頑張ってるつもりですよ。で聞いていただいてる方の役に立てないかと思ってあの、分かる限り精一杯考えてます。別に何がいいとか悪いとか、そんなことではなくね。で、えー、日本のそのナショナリズム、伝統文化を全て破壊して、えー、そっちはもうグローバリズムの方向に向かおうとしてるのが今のこの英米の狙いです。だから何を言ってるのかっていうと、今回の話でね、 その大久保の店が、ねその一部外,外国人の客を入れる入れないっていう話をしました。中国が悪い、韓国が悪いとか、そういうことを言うんですが、全くこの物事の本質に入っていないんですよ。この物事の本質はどこにあるのか。日本が戦後数十年、誰にどのように管理されているのか。日本の主人は誰なのか。英米です。少なくとも米です。 米米とといいいいいうう言言葉葉がが出出ててここななあるは英日本がです、ね、分からないように間接試合間接植民地になっているところで全く気がつかないそんなんでこんな難しい話分かるわけないんですよ戦後数十年日本っていうのは英米に完全に弱体化されてね、うん、3S 政策とかを使って完全に弱体化されて、えー、今は何をされ,されそうになっているのかっていうと日本と諸外国アジアの溝を作ろうとしてるんですよ作らせようと作,作らされそうになってるんですよね そして一歩間違ったら有事に向かっていこうってその段階にいるんですよね。それを止められるのだって日本国民しかいないんですよ。だからこんな話で中国がどうとか韓国がどうとか言ってる場合じゃないんですよ。うん。誰か言えばいいのにね、英米の見えない罠があるって誰も言ってなかったね。だから僕この件言ってるんですよ。で、今回の件って何かって言ったら単純ですよ。 大久保の店が外国人の客がどうのこうのって言ったでしょまあそのまあ店を、まあ、A としようか。じゃあその今度店に営業妨害してくる客がいるって B、B ね。A と B の後ろには同じものがいる。A 米がいるってこと。その可能性を疑った人はどれほどいるのだろうか。僕が調べた限り誰もいなかったね。そして、えー、この話をして、まあ表現が悪いけど、その韓国とか中国の。 ねえ,、ええ、ことを悪く言って、気晴らしでもしてんだろうね。そういうことがどん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 進んだら、有事になりますよ。自民党は憲法も、ま、守らない。岸田は好き勝手している。国民がそれを止めることもない。なんだったら国民も一緒になって、諸外国のことを悪く言ってるんじゃないのそれを止めなきゃいけないのが国民の本当は役割なんだけどね。だから僕はそう思ってます。今回は、何を話したのかという、この件の構造を考えたんですよ。 別に店も悪いとは言いませんよ。で、その営業妨害をしようとしている人間も別に悪いとも言いません。おそらく何かしらの裏に同じ力が働いて、えー、そういったものをコントロールしている英米の人間がいるってことです。それに気づきましょう。それに気づく必要があるんですよ。なぜなら、それに気がつかないと大変なことになるからです。僕にお伝えできるのはここまでです。 少なくともですね、リスナーさんの中にはこの話を聞いて、あ、そうかなと思っていただく方もいるでしょうし、もしかしたら気づいている方がいらっしゃったのかもしれない。僕は調べたときに、こういうことをね、思っても何も書かない人っていうのがいますから、そういった方が一人でも増えていただければと思って、今回こちらの件について分かる限り精一杯お話ししました。まあ、あの、まあね、聞き慣れないこともあるかと思いますが、僕なりに調べて、えー、まあ、思ったことなんで、もしも気になったら調べてみてください。ということで、えー、今回はここで終わります。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。